カードっていうのが見当たらない感じがするので、あら、そう、初めの溶岩使いから出していきましたね。これはサイドボードはお互いに知らないんですよね。知らないです。デッキリストは非公開って見てますね。ああ、そういうことか。何を、ああ、そうか、普通にミミックとかケアしたのかな、うん、これチャリストからやるときついような気がしますけどね、うん、抵抗の補給かな。抵抗の補給をさたすか。何も見えないけど、なんかちょっと土地が少なすぎて、うん、ちょっときつそうだな。そうですね。でライフは18と、ライフが、反動がな、土地があるけどその次の2枚目の土地がなくて、うん、さあフェッチを切って ポンダーかブレインストームか、うん、ポンダーがあると嬉しいな今。あ、ポンダーだ。理想ですね。マナポンダー、これ一番ポンダーが欲しかったですね、きっと。なるほど。さあちょっとドローカード見えないんですが、まあ、ショってると全地はあるような感じですよね。ただ全地は高価な願いから、これ、うん、高価な願いですか。いや、そのルートはもうほぼ抵抗の補給で塞がれているので、そうですね、あ、なるほど、すぐには打てなくなっちゃうんですよね。ここはやはり土地を、そうですね、並べていきたい。てか多分グリセルブランド出すのがいいような気がしますね、あの、うん、単純に全中より。なるほど。あ、でもアメジスト、あ、テコンフォーキーだからダメか。そうですね。あ、でも、あ、そこ分かんないな、難しいな。これグリセルブランド出してカラカされたら死んじゃいますしね、難しいな、うん、これ難しい。あれでもこれ裏切り者の都聞かない限りダメな気がするんですけど、あ、引いてる、引いてる、裏切り者の都ですね今の。これ不満の大臣とかなりきつい。次のターン動けますね、うん、でここでグリセルブランド出すか全地を出すか迷うんだと思うんですけど、うんうんうん、明確にあれなんですかね、アーティアクト、エンチャント破壊するカードってないですよねきっと、うん、さてここで、あ、不毛大地持ってるな。あれ、これ不毛大地されたら多分負けですね。その他の土地負けですか。いや、多分2ターン土地引かないんですよあれ。あー、なるほど、なるほど。2ターン全く動けないデルトラージがブンブンしちゃうんで、うんうん、多分負け。なるほど。ここがあの、なんですか、読み合いのこれターニングポイントだと思います、うん、ここで不毛大地しないと逆に鴨さんも不毛の大地か、はい、どフラギの迷か迷っている感じありますね、はい、これはこれ不毛の、まあどうなんですかね、不毛の大地して、うん、そして私はやっぱりあのプレイングミスしてるなっていう、あ、一応アタックした方がいいですね、うん、まあ、そうですね、アタックしようみたいな、起動できないですからね。あ、セーフ、セーフ、裏切り者の宮から。でも何代の権者か、何代の、あ、でも出ないですもんね。あ、そっちか。ここは44で果てしなきものですね。キャストしていきます。これはでも多分これエムラス出すのか、うん、なんですかね、グリセル出すのかどっちかですね。さあここで実物政治教育、あ、グリセルかな。エルドラージも大概ですが、これも大概、まあでも全地かな。あ、グリセル出しましたね。あ、グリセル、あ、カラカスすごい。これ全地の方が安全、全地あったんですよね。あ、なかった、なかった、全地なかったですね。ないですね、カーニングイッシュだったんですねこれ、やっぱり。あ、そういうことですね。カラカスこれ一枚差しなんですよね。そうですね、かわいそうですね、鴨さんのデッキ。これは死にましたね。かなりの確率死にました。かなり辛いですか。あ、かなり辛い。しかもこれ裏切り者の壊れないんですね。壊れないですね、プレイなんですね。はい、なるほど。これは厳しい。7枚ドローするんじゃない、しないんですね。 しないって負けですよね。した方がいい。そうね、しないと負けですもんね。でももう2回は起動できないので、うん、で抵抗の補給もあるので次のターン多分動けないんじゃないかな、うん、あ、ドローしましたね。でライフは12と。これは終わったくさいな。しかもこれちょっと放送ビルも
平行の方形のせいで意味がない、出ないんですね。そうですね、これはかわいそうだな、ちょっとな。もうかわいそうという領域まで達してしまった、ね、でもちょっと分かんないことになりましたね。あれがありますね、あの月目が出るんで、 ありますね。これでなんとか、多分きついのが裏切り者の都を不毛大地で割られると月目ガスが出せない、うん、いやしかしこの、はい、鴨さんのこのカラカスを1枚持っているこの引きは嫌ですね。もし挑戦者になったらちょっと怖いですよね。怖いですね。こういう引きしてくる人は持ってますからね。なるほど、はい、ここはどういうプレイングするんですかね。まあいろいろキャストしてって不毛大地が正解な気がするような、うん、とりあえず4丸で何代の剣者かなみたいな、うん、感じしますね、はい、これ何代の剣者がいけたら素晴らしい。で何代の剣者を出して月命ガスですかね。いやこれはアタックしますね。とりあえず4点アタックと。でもあれなんですね、不毛大地を出してしまうと、うん、裏切りこっちの裏切り者の都まで破壊されちゃうので、うん、そうですね、あんまりいい選択肢じゃない。あれ、あ、まだ出さないで裏切り者の都出すの、あらあら、有効牌がないんですかね。うん、どうなんでしょうね。結構ありそうな感じではあるんですけど、あ、三失礼しました。あ、三なんですね。あ、そう、抵抗の方形がある分、あ、なるほど、三、はい、失礼しました。なるほど、四マナで違うと。三三だったら一応あれですね、うん、10面使いでブロックして2点の野球は一応除けれる、ね、4マナ5マナで何だな剣者。あれでもこれは不毛の大地した方が良かったんじゃないかな、うん、これ不毛の大地しないと結構まずいよ。あ、でもあれか、月メガスは何代の剣者でケアできるのか、いいんですね。だからなるほど。でもスニークがまずい。スニーク出して水、あ、でも1マナ足りないんですかね、抵抗の補給で。いやでも5マナなんで出すことできるんですよ。出して次のターン、あのまだライフがまだあるんで、まだ大丈夫ですよ。だってこれでブロックするよ、トランプルないですよね。トランプルないないですよね。ライフ6なんでグリセルブランド出すと、ハンドによっては騙し打ちがやばい、うん、かといっても月メガスもやばい、うん、これ結構悩ましいですね。他の手札が、ね、直感かなとコジレックの機関も見えますね。そうですね、ここか、狡猾の願いかな、狡猾の願いとコジレックの機関、ここ真ん中のなんかグリッセルブランドと、あとこれはもう一つの間、あ、それがですね、あのコジレックの帰還という3マナ2点ソーサリーですね、はい、3マナ2点ソーサリー、はい、全体2点ソーサリーなんですけど、ああそんなカードがあるんですね、はい、え、そんなカードあ、それ新しく入ったカードなんですね。あ、インスタント、失礼しました、インスタントですね。んー、こちらですね。ちょっとコジレックの帰還カード画像出せますかね。マナコストが7点以上のはいはい、はい、マイルドレジクリーチャーを唱えると墓地から唱えられて、そして5点と、はい、あ、全体に5点当たるとおまけがついてる。でもエルドラージはあれですよね、うん、あのエムラクールしか入ってないから墓地に行かないから、ね、実質2点しか入んないんですね。あ、難しいな。ここは多分1マナで違うかな、どうするんだろうな。単純に考えたら月メガス出します、セットランドしますかな、うん、あれ月メガスで3マナじゃ出ないですよね。
あ、クリー、あ、これアメジストの時計って鉄鋼の高級だから読まれですね、はい、ですよね、読まれですよ。で山だから普通に生徒できますと。でこれで分かんなくなりましたね。何引きたいんだろう。ここで一番引きたいのは単純に嘆きの歪める嘆きが欲しいようなあ、そうですね、これ都壊れちゃいますね。壊れないですね、壊れない、はい、気をつけ、あ、なるほどなるほど、うん、ここは私だったらブロックして焼くだろうな、うん、まあそうですね、うん、で焼くんだろうな、なるほど、はい、で4点入ってナイフがなゴールになりますね。これ多分クリーチャー追加されるのが辛い気がしますね、単純に。あ、まずイカメラの敵も捉えられない、捉えられない、捉えられない、そうかそうか、山になってるんですね、ごめんなさい、知識がなかったですね。なかなかちょっとスタンのカードとレガシーのカードがもうそうですね、失礼しました、ドドドッと、そうかそうか、うん、ハンドは何があるんですかね。ちょっと鴨さんの手とか見えづらい位置なので、単純にクリーチャーが一番嫌な気がしますね、うん、ここは。そうですね、そのクリーチャーがかなり出せるものが限られているので、これあれそうですね、うん、これもしかしてあれ、こいつも出せないんですか。あ、これは出せますね。あ、無色なんですね、これは無色なんですよ。あ、これでもあれですね、あのブロックして全体2点ってやると、はい、クリーチャー全部落ちるんですね。あのさっき何でしたっけ、あのさ、そうですね、このカードでコジデックの期間ですね。そうするとクリーチャー全部除去れて、うん、あ、でもどうなんだろうな、あ、なんか結構良さげな感じですね。そうするとあれなのか、どうすんだ、難しいな難しい感じになってきましたね、これ、うん、あ、面白いな、はあ、よう分からなくなってきました、うん、でもライフが6個なんで、まあ、とりあえずロータスペタス出すのかな、まあ、マナーを使い切らないならロータスペタル1枚出しておいた方がいいですもんね、うん、あれですか、抵抗の時ってアーティファクトもですよね、全部ですよね、全ての呪文ですよね、はいはい、これはあれですかね、やっぱりあれですかね、インスタントで唱えて全員除去を狙ってるんですかね。そうですね、ただ、まあ、やはりメイカスも吹き飛んでしまうの で、ね、難しいところですよね。難しいですよね、うん、まあ、でもとはいえ4位をなんとかしないことには、そうですね、一応あれですね、そのプランでいくと、うん、フォースオービルも打てて、かつあれなんですよ、あの何でしたっけ、その4マナの3マナのインスタントのグリーン時刻のカードも出るんで、何て言うかね、ターン的には少し余裕ができる感じですね、うん、ただですね、そうするとあの相手 の土地の方が全部生きちゃうんで、うん、なんとも言い難い感じです、まあ、アタックは当然だとしてブロック、やっぱそうですね、ブロックしてやろうかな、うん、その後の勝ちプランが見えないな、うん、ブロックしますと、うん、2点は通りました。あれ2点通したんですね、通さないでやった方が良くないですかね。あ、でもそうか、そうか、ダメか、ダメか、ダメですね。そうか、そうすると2点があの、うん、予見者に入らないから打てないんだ、打てないですね、失礼しました。仕方ないと言ってますね。そうですね、2点はしょうがないんだ。そしてメガスがなくなったので、ここでエンドだと嬉しいここでエンドしてくれると非常に嬉しいですね。てかこれよく考えたらクリーチャー展開されてたのが一番きつかったんですね、うん、ですね、コアエンド、そして4マナじゃね、4マナあれ1マナ多く貼らなきゃダメじゃね、そうですねまあいっか4マナですけど、まあいっか、このターン4マナ、うん、あ、そうか、何台の剣士落ちるからカードドローできます、なるほど、あ、これでエムラクールも引きました、うん、
村から別に嬉しくないですね、今カラカスがあるんで、うん、今一番欲しいのは騙し打ちですね、間違いなく。いや、これ4マナですね、うん、あ、引いた引いた騙し打ち引きましたね。あ、なるほど。それで、おー、すごい、これ勝ちじゃないですか。あ、勝ちですね、これ。一応フェチ来た方がいいんだけどな、こういう時は。あ、やんない、ダメだな、こういうことした。これフェチ来た本当にいいんですよ、やる前に。でこのタイミングで例えばこのスニークを破壊されてしまうと、うん、あ、フェチ来たタイミングでカラカスで戻してフェチ来たタイミングでこの騙し打ちを破壊されるようなカードがあると、うん、ダメなんで、本来だったらあの騙し打ちを出します、出す前にフェチ切った方が私はいいと思います、うんうん。まあでもエルドラジオンで切って多分エンチャント破壊が入ってないんですよね、うん。まあでもここで戻してももう一回出てくるん で、これは勝ちですね。お、すごいですね、ここで騙し打ち引くんだ、うん、すごいですね騙し打ち引いたらいいなと、騙し打ち引いちゃうんですね。あ、なるほど、逆転に次ぐ逆転ですね、うん。でもやっぱりこれを見る限りやっぱり全違ったよりなんか騙し打ち派が立ちに強いので、普通どうなんですかね、なんかカンニング石とかあとなんですかね、直感とか打つ暇がないようですよね、うん、見てると。そうですね、うん、ちょっとなんか余計な異物がある分だけやっぱり普通のスニークの方が強いなイメージがありますけどね。ただあのあれですね、あのなんですかね、スニークだと勝てない、どうしても勝てなくなる状況があるんで、そのルートをあのなんですかね、勝てる状況に持ってくるって意味では、まあ、あるんですけどね。あ、ちゃんと勝ちましたね、これで16点入ったら死亡ですよね。15点か、15点。おー、綺麗にそこで投了ということで、エルガシ挑戦者決定戦決勝は1-1で3本目に残りました。これはすごい、はい、いい戦い、戦いですね、はい。あー